ゆうた、ゆめ、ひゅうが、はい、吹奏楽部で唯一の男子で指揮者を担当している男は美青年ヤマト、カナタです。マスク失礼しまーす。今日は何？今日はデブが通りまーす。俺に任せろって。さっさい、ブイブイ。いやでもさすが2年目とっそり出ることがブヒブヒっていうのは今日は俺に任せとけって話ですよ。また降ろされるんですか僕たち？そう、降ろす。でまあいろいろあるじゃないですか、即下車、はい、マック、コンビニ飲み物、地声出したら、あれめっちゃ面白いね。めっちゃ面白い。まだ見てない人マジ見てほしい。再生リスト作ってます、うん、その噛んだら即下車とかいろいろあるんで、下車系見てね。まあ確かにちょっと車企画最近やってないですから。やってない。楽しみっすね。じゃあ本日の企画から言うよ。本日の企画、オタクじゃなくなったら即下車の旅。いや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 、その中洲さんとかやってますよね。やってます。いろんな人が、まあもうやっぱオタク、僕好きなんですよ。なるほど。オタクの方って何かに没頭して、やっぱその話をしたら止まらなく面白いじゃないですか。彼とかね。そうで、慣れなかった人に罰を与えたい。で僕は運転っていう罰があるから関係ない、うん、罰なん？いや関係ないはおかしい。あなたもやるんでしょ？いやいやいや、やる、もちろんやるし、オタクじゃなくならないようにはするけど、降りれないよね。あー、じゃあ罰つけましょうよ、ヒューガ君にも。いや一応ね、僕今日あのオタクっぽいシャツ、うん、こちらあの5着用意させていただいたんですよ、うん、僕たちは下車じゃないですか。ヒューガ君はだからもうそのオタクの格好で1週間でいいじゃないですか。待って、ね、ちょっと待って、ちょっと下車って言っとくけど、俺が一番めんどくさい企画だからな。どう拾ってくれんだ。フレームアウトして、お前ただお前のんびりこう音楽とか流して帰るだけだろ。むしろ残ってるやつの方がきつい。そんな中に1週間オタクの服をさせる。オタクをディスれないなけど、あんなに好きって言ったから、まあ、衣装提供は僕の方でするんで。1週間オタク生活はリトルマック生活よりはマシだぞ。どういうとこもきつい。いやこういうのをやったやつがもういるのに、地味に普通オタクの格好してとか言わなきゃいいだけだから。オタクでいればいいってことだ。そうそう、その動画中。まあそうだね。まあ本来これってエグいことですから、ね、雑用させて罰ゲーム込み込み。これクソゲームですよ。とオタクのじゃあそのデフォルトを作りますけど、まあ部法早口で、まあ、ここを右に曲がった方がいいんじゃないか、しかしみたいな。しかしとかやばい。しかしとかやばい。なんか渡辺さん、渡辺さんみたいな。サブチャンでやったさ、うん、俺は世界一面白いサブチャンだと思ってる、うん、3人のコンビニの下りとか、うん、ガソリンスタンドの下りとか、これを見てほしい。ここの2人なんてもうほぼオタクですから、うん、いやいやいや、全然オタクじゃないですよ、僕は。ほらほらね。まあ2回にしよっか、じゃあ、うん、2回途切れたら脱落ということで、オッケー、文句に拾ってもらいますよっていうことで、危ないんでね。それではやっていきまーしょー、ブホー。それでは やっていく。開始でいい、いいかね。開始で運転頼むんだよ。お任せ、任せてくれ。あー、ダメだ、今信号だ。いきますね。すいません、すいません、すいません。開始とか言ってくれるのはヒューガなの？あ、そうです。で、ストップとか止めてくれるのも一応ヒューガなの？そうです。え、止めたら普通で OK なの？もちろんもちろん。俺があっちゃん聞き逃したの、ヤマトとユウタが捉えたら報告はしてる。了解なんだか。よーい、開始。ブホーちょっと、大草原深い。右に2回転半回していく。大草原深い日、使い方違うし。今の合ってますよ、別に。いやいや、合ってないですよ。大草原深い日っていうのウィキペディアってしますか？ウィキペディアの情報が正しいと思ってるその脳内がわからん、破綻。佐藤の脳内ポイズンしてるんだが、しかし。あいつ、あいつ友達じゃないのに。なんだ、FF 外から失礼しません。ブホブホ。ブホ。すいません。ポロリクもらってないんだが、貴様。おちちランド開演。閉園お願いします。シャキーン。おちちランドっていうのは。あ、そ、言い方しまちました。すいません。笑い、笑い。あ、笑いって漢字で書くと10文字なんだよ。10文字。笑い、笑神様。ギリアウトじゃないですか。今の10文字なんだよはもうほぼオタクじゃないのでは。ストップでーす。ストップ。ちょ、審議？え？まあ、オタクの方も使うと思うんですけど、企画でやっているので、まあ、なるべく誇張してオタクに寄せていただきたいな。ああ、どうか。注意。まあ、今度からは気をつけてください。待って、始まる前に。はいはいはい。ちょっと俺が寒さんすぎる件について大丈夫？だって嘘つけないもん。心開いてく黒船倍増。黒船が倍増はやばい。怖すぎる。70席ぐらい来航してたらやばい。じゃあ、開始部分を。僕たちオタクの集いってわけなんですけども、おいおい、皆さんはあの何のオタクをやられてるんですか？僕あのデュエルマスターズの方で。デュエルマスターズ部分。デュエルマスターズ部分。遊戯王とスリーブの大きさ違う部分。ドロフェーズとか楽しいですよね。僕の界隈で言いますと、僕はあのバトルスピリッツっていう、いや、バトピアやばい、神ゲー。バトルスピリッツは懐かしい。あのカードを集めるだけっていうのに最近ハマってまして。そのコレクターの趣味、綺麗。財布に入れるのが快楽。は？財布に入れ？ありえないんだが。ユタシ、あの、折り財布じゃなかったのでは。カード傷つくのではないでしょうか。傷つけてなんぼのカードですか。あ、女性を大事にできないのと同じですからね。いや、あんた女性経験ないのに何言ってるんですか。はぁ、女性とかお金かかるだけなんでいらないでしかし。もうオタ活できなくなるので。オタ活の邪魔、オタ活の邪魔、姫はいらないのだが。すいません。はい。え、ユマシ、この間なんか、あの、なんか、
おたさわの姫みたいなところになんか告白して玉砕されてましたよ。そうですか、そうなんですか。それなのになんか今姫なんかその女はいらないみたいな発言めっちゃ寒い中回ってきてない情報です。ピン、まあ、巻き込み確認よろしくお願いしていいですか。ユマさんこちら大丈夫です。ユマシ、ユマシ、ユマシ、あ、アダウス。オーケー。なんだかしかしちょっとハトがいた。あ、ありがとうございます。ハトさんも引きたくない、僕は。ハトがいたっていうのは、果たしてオタクだろうでしょうか。確かに確かに、ハトさんがいましたとかではないのでしょうか。今、普通に笑ってましたっけね。あ、今、すいません、すいません、すいません。ストップ、ブホー。よっしゃー。ハトさんがいました、ブホーなど、できた改善点があるのではないかと伺われましたので、ワンアウトということで。よっしゃー。やっぱみんな結構オタクのレベル高いながら、ユーマがちょっと乗り切れてない部分がまだあるわ。やっぱり。うん、では、開始ということで、ブッ。はい、行きますよ。お、や、ヤマさんは僕、フットサル。敵だ。敵だ、敵だ。敵と見なせ。敵と見なせ、敵と見なせ、ユータ氏。ウィレです。ウィニングイレブン、フットサルと言わないんだが、しかし。視聴者の皆様に綺麗に伝えるために、ゆっくり落ち着いて喋ることにしませんか。はい。見られてると思います。すいません。はい。あの、ヌヒの界隈は自転車のサドルです。ちょっと意味がわからないんだが、しかし意味がわからないです。自転車のサドルというのはサドルにも美学、これ素晴らしい。これ合法ですよ、合法の一年僕はやってるんで。すいません、一回審議してもいいですか。はい。あむぎり君ほぼ中国人じゃないですか。これ合法ですよ、合法の一年僕はやってるんで。あむぎり君オタクとかじゃなくて中国人じゃなかったですか今。ちょっと今のは重ね重ねでワンアウトにしてもいいですか。ちょっと今のひどいですよ。あっちゃんおもろいな。でもな、ゆうまくんなんかずっと危ないですよ。ゆうまほんとやばい。ゆうまくんとあつきくんがあのワンアウトずつで開始していきますけど、開始ブーン。あむぎりひ、あむぎりひ、髪型のセットが変なのでは。ちょっと僕はあのドラゴンボールを見ていまして、ベジータっていうものをやってしまって、やっぱカカロット、カカロットって言って僕は真似したいと思いまして。了解です。やっぱりどう考えてもヤムちゃんって弱い。お前ヤムちゃんみたいですよ。すいません、ヤムトくん、お前っていうのはあんまり。お前とか言いますよね。お前っていうなんかもう威圧的な、なんか陽キャラみたいな感じの声質だったんですけども、ね、分かり目が深い。やだー、え、マジで降りたくない。いいやー、まだワンアウトなんだよ。コテコテに振りやがったてね。アウトだ今のは。じゃあ山田くんもワンアウトということで、すいません。じゃあよしよし。イルカ先生ってことですか。イルカ先生関係ないでしょ、警備員なだけなのにお給料もらいすぎて、もうもったいないでしょ、あの人関係ないでしょ。ブホ強くないですか。危ない危ない。ナイスブホです。今ブホがなかったらほぼもうアウトにしたかったです。それにしても曇りっていいですよね。しかし、はい、曇りっていうと日はですね、あの紫外線がすごいですから僕らじゃ日焼けしやすいですよ。これもうなしなのでは。語尾にブホをつけて逃れようとするのも、フォローフォロー限界あります。うるさーい、ブチ切れた。うるさいままに言うぞ。今の一応録画しておきました。すみません、見ようなしです。ツイッターツイッター閉じてください。あとゆうたし、今日の夜荒野通信しません。はい、あの AW 僕拾うんで、あの武士近づかないでいただきたい。すいません。なんすか。僕今夜予定がありまして。ゆうたし予定があるんですか。今夜予定あるんですよ。なんすか。いや、オタ仲間として言うべきでなんでは。絶対に言えない、絶対に言えないとこを言うのが仲間なのでは。女の子絡み。ブハ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 。200キロ出して一緒に心中しましょう。後ろ見とけ、後ろ見とけ。あー、今友達の…すいません。はい、後ろ見とけ、後ろって、まあ口調はもちろんオタクさんだったんですけど、オタクさんは絶対的になめだるまさん聞かないの。ちょっと待って、そんなこと言ってたの。一応彼は知らない体なんですけど、後ろ見とけっていうのはあんま言わないのでは。あの、なめだるまさんの完全にリリックだったんで。はい、すいません、ゆうたくんワンナートで。よっしゃー、やったー。ちょっとあっさりじゃない。いや、あの次、もう誰か降りる。開始で草。急に始まる。開始で草ですね。急遽だ。聞いたとこありますか。ゲームをやるというのはいかがですか。ゲームいいですね。素晴らしいです。いわゆる陽キャラさんですか。陽キャラさんたちのゲーム、僕たちの中だけでやればなんか許されるのではないかと思いますけども、その女性にテキーラをそのしたたらせて、そのおっぱいの間から飲むというのを僕は見たことがあります。何ですかそれ、異世界じゃないですか。あ、ツイッターで待ってるの見まった。僕たちからしたらもうやったことありますよ。すいません、すいません。どうしました。僕やったことありますよそれ。エネミー発見。ノーエネミー、ノーエネミー。やっぱお話を聞いてくださいよ。エネミー発見。あら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 、お話を聞いてください。何ですか、聞きましょう。一応クレイジーケンバンドです。聞きましょう。クレイジーケンバンドです。何ですか。クレイジーケンバンド。
泣いちゃいました。話を聞いてほしい。え、今どういう感じでしたもん。今一旦聞いてもらってもいいですか。僕それやったことあるんです。やったことあるっていうのは、はい、生身の女性の方ではなく、サツキフィギュアでヒエラを刺さらせまして、あのお兄ちゃんと一緒に。あ、ユタシの兄も会話同じなんですか。恥ずかしながら。あ、なるほど。血は争う。その話は一旦終わったってことで、あのユタシなんか普通に笑ってたみたいな情報。普通には笑ってないですよ。めちゃめちゃ普通に笑ってました。これ一旦審議で話しますか。はい、いや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 、何の話してんの。めちゃめちゃ普通に吹いちゃってたよ、ユータ。もうちょっと確認しきれないんですけど、うん、まあヤマト君が VTR にした時に確実にアウトだと言うならば、全くアウトじゃなかった場合、ヤマト君があの1週間のオタク生活ということで、うん、OK なのであれば、はい、クレイジーケンバンドって言って、俺がもうめっちゃ笑ったの。もう心の中で大爆笑したの。ただユータがあーなるほど。多数決にしますか。それはいいでしょう。ユータ君下車だと思う人、せーの。下車ですね。下車です。免れなかった。普通に免れなかった。友じゃない。これ友じゃない。普通にめっちゃ笑ってたユータが。ユータシー、ポーン。ヘッドショット決まった。ヘッドショット、キル、ワンキル、ワンキル。ユータ君が降りました。よっしゃ。ヤマト君みたいにね、あんな感じで出てきてもらっても構わないんで。人一倍あの聞けてないんで。そうです。みんながちょっと報告してくれないと。あっちゃんは本当にね、俺もね、ほとんど降ろしていいと思ってるもん。マジ何言ってるか分かんねえこいつ。じゃあ行きますよ。開始。決まった。あ、首の皮一枚助かった。繋がったでではないでしょうか、僕。万全での戦いで俺も痛みたいんですけども。ずっとお前首振りすぎじゃないですか。すみません。お前俺と同じミスや。アウトー。すいません、今のは少々天桐くんに腹が立ちすぎました。天桐くん、マジです。ブンブンブン。今のはアウトだな。4人1ってことで。俺はもう本当にあっちゃんを本当見ないようにしてる。まあ天桐氏とか言えない。だってさ、万全の状態でとか何の話してんのあれ。開始。もう一方通行だな。一方通行、略して一通。左しか行けん。左しか勝てん。左しか行けん。左しか勝たん。勝てんからの言い直しきついですよ、天桐さん。今のバレないわけがないんですか。すいません、バレンティンってことですか。バレンティン関係ないでしょ。俺の親父に似てて会社で言われないでしょ。本当ですか、本当ですか、そうなんですか。いや、本当ですか、本当ですか、そうなんですかぐらいだったら喋らない方がいいのでは。ごめんなさい、誠に申し訳ございません、天桐ウジです。すいません、天桐ウジというのはあの何のことかわからないですが。すいません、すいません。はい、確認なんですけど、天桐氏がそのヒエヒエみたいなことをヒップホップのラッパーさんたちのですか。けど一応そこをどういうつもりのヒエヒエだったのかっていうのをちょっとお聞きしたいなと。それは正直に答えてもらいましょう。嘘ついたらアンチきますよ、あんた。提案なんですけど、まあ今のはスルーしていただいて大丈夫なんですけど、ミニティーチャーとかあるんで、そのためにあの随時報告させていただくっていう感じで。あ、そんな感じでよろしくお願いします。じゃあ再開ということで。再開ということで。はい、始まった。すいません、やっちゃったよね。決まるの早くてくさーとかが正しいのでは。降りてもらっていいですか。お疲れ、アムギリ。じゃあ、ということでね、アムギリ君ヘッドショットパンということで。なんでやんないよ。やばい、すいません。おにゃ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 。もう一番オタクやん、その時が。即下車だから。もう早く降りろよ。うざすぎ。やべえ、腹立った。マジうざかったね。じゃあ行きます。開始でくそー。しかしながら僕これ3人とかに残ったの結構初めてなんで、結構好奇心旺盛。助手席なんで、あの喋ってないんで見てください。すいません。すいません、同じ方向見ても意味ないと思いますよ。すいません、見てもらっていいですか。あの逆サイド見てもらっていいですか。でコムドットっていうあのその YouTuber グループの方たちがいまして、その見た目とか怖いんですけど、結構やってることが面白くてですね、ラファエル野球拳っていうゲームがありまして。今遊ぶってことですか。ゲーム性ってことですか。挨拶に合わせて偏見も言っていくゲームらしいんですけど、それちょっとやってみません。なんか先にあのやってもらえれば真似させていただきます。はい、どうもこんにちは。バレー部の女子と目合わない。なるほど、それはまあ僕たちに対しての偏見を自分で言ったって形になってるんですかね。バレー部の女子と目合わないですね。ほど分かりみが深いですね。確かに今のはあのバレー部の方たちはいつもマスクをしていて怖いですね。表情が読めないですから。なるほど、なかなか面白いゲームですね。はい、どうもこんにちは。情報の授業の時に友達増えて、チャイムが鳴ったと同時に友達減る。悲しい、これだが、しかしこれ事実で仲良くなったんですけど、はいはい、チャイム終わったらもうなんかもう目も合わせてくれない。うわー、寂しいですね。それそうですね。でもそんなのあの日常茶飯ですね。そうですね、慣れっていうものがありますからね。じゃあ僕もいいですか。はい、どうもこんにちは。
陽キャラの優しさ、女子のボディタッチより嬉しい。わかりみ、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 深い、深い。嬉しい。メンタル面のケアに なってます。ありがとうございます。すいません。大体その後、ノート貸してるでしょ。あれ、陽キャラの人は、ノート貸すために、優しくしてます、いつも。僕に何かしらの興味があるのではと。あ、そんなわけないです。はい、どうも、こんにちは。鍵うつすぎて、掃除当番サボってもバレない。寂しい。けどバレた時すごいいじめに遭いそうですけどね。僕みたいなタイプのオタクって人はなんか関わるのも怖いみたいです。なるほど。こういったゲームで合ってますか、山達。楽しいですよね。楽しいには楽しいですけど、まあなんか心に傷をつけてますよ、自分で自分に。はい、どうもこんにちは。こういう感じだからって絶対勉強できるだろうみたいな風潮、ムカつく。深いですね、それは。僕たちって帰宅部じゃないですか。サッカーだったりバスケだったりをやってる人たちから、お前なんで勉強できねえんだよみたいな目線、授業中に受けるんですけど、僕たちはあなたたちが部活で汗を流してる間、家に帰ってお菓子を食べながらゲームをやってるので勉強してません。熱量は一緒なんだよ。落ち着いてください。はい、どうもこんにちは。初戦変更できない。そうですよね。僕たちはいつもドライブするってなったら同じ車線にしかいませんもんね。車から寝ててるんですかね。怖いですね。なかなか入れてくれないもんですね。バス目の前に来たら知らぬ間になんか駅ついてますよね。なんかバス大きいんでついてっちゃいますよね。全変更できるようになりたいですね。はい、どうもこんにちは。ファミレスでは強気。頼んでないのに全然ドリンクバー飲みます。すいません。なんかあります？なんかあるかな。すいません。なんかあるかな。あるかな。ガチ。あー、心の声が漏れて漏れてー。ユーマアウト。よっしゃ。うわ、ユーマいなくなった。悲しみが深い。オタクラファエル休憩面白すぎて死ぬ。ね、面白すぎたね。ガチ面白すぎたね。マジ死ぬかと思った。まあだからヒューガの罰ゲームが決まるか、俺の下車が決まるか、どっちかだ。そうです。一つ爪痕残していきますね。はい、はい、どうもこんにちは。女子が手紙投げて私当てた手紙が僕に当たった経験あり。痛かったです。それやばいね。この距離で8スコでパン。あ、それは確実に減った。ちょっといやいや、あんって言うわ。よし、はい、ということでね、まあ残り2人、まあ大和くんの部がよく残りますね。よーい、開始で盛り。すみません、じゃあちょっとさっきの続きの偏見のゲームみたいなちょっと楽しかったんで、どういう、このどっちの面白いゲーム考えますね。すごい天才的だ。天体集団ですね。売れない可能性、これ一切ないですね。一切ないっていうのはあんたが作ったことなんですか。いや、なんかすごいはい、ゴリラみたいな方が作ってました。このドットさんだ。そうですね、このドットのゴリラみたいな。はい、どうもこんにちは。朝の会の1分間スピーチ、唯一の輝ける場所。本当ですよ。1ヶ月ぐらい前から考えてますからね。陽キャラさんたちは休み時間うるさいですけど、授業中先生に刺されたら本当静かになるんでね。授業中は僕たちの島なんで。僕のクラスに渡辺ヒューガっていう やつがいたんですけど、そいつになって3秒も喋れませんでしたからね。僕たちなんかもめちゃくちゃペロペロ流暢に喋りますからね。はい、どうもこんにちは。気に入ったシャーペンすべて買ってしまうため筆箱パンパン。勉学のために使うお金は惜しまないですよね。勉学のためって言ったら母上がお金を出してくれるんで、結局使わないんですよ。まあ経年変化しますね。どんどん経年変化、時代の変化関係ないですよ。伊藤聖子さんの人は本当僕たちの味方なんでね。どう見てもどう見ても僕たちの味方なんで、ある人は。これあくまで偏見という感じで聞いていただきたいです。はい、こんにちは。優先席普通に座る。こうどかないでてよね。ヤンキーっぽい方こそおじいちゃんおばあちゃんに言ってますからね。はい、悪いことしてるわけじゃないんですよ。気づけてないよっていう話なんですよ。はい、こんにちは。黒マスクが唯一のファッション。黒マスクが唯一のファッションです。外に出てフェスとかその名前なんか行った時とかにする黒マスクが。ファッションなかなかできないですね。インスタで写真を上げるときはもう全部マスクです。フォロワーさんっていうのはどうやったら伸びるんですか。未だにゼロです。フォローの方は何なんですか。820です。820にフォローしてるんですけど、フォロワーさんの方がゼロで、増える、どうやって増えるのかわからないんですけど。それクラスメイトとか学年にいる人たちをフォローすれば。あ、してます。してます。見てくれてると思うんですけど、フォロワーさんゼロで、たまに陽キャラ集団の人たちからいいねが爆弾のように投下される。爆弾のように
投下されるんですよね。フォロワー欄見てみたら一人もいないんです。あれ、あ、まか不思議です、あれ。そうですね。あれ、何が起こってるんでしょうか。名前が違うんじゃないですか。あ、名前は普通に本名でやってるんですか。名前本名で、クラス番号も全部書いてます。クラス番号も、過去名も全部書いてます。あの、フォロー求むとか、ちゃんと書いてるんですけど、誰もフォローしてくれなくて。どういう写真を載せてるんですか。まあ、基本的に、あの、自撮りですね。今流行りのあの、ガラスでこうやってかっこよく撮るやつをあのやってるんですけど、顔が一枚も映ってないです。iPad でインスタグラムやってるんで、あの、iPad でかすぎて、服装しか映ってないんですよけど、で毎日同じ服着てるんで、人事全部撮ったのではないかと思われてるっていう疑惑が出てます。iPad で大きくてやりやすいですね、あれ。僕、Android なんで、インスタ入れられないです。そうですか。え、iPhone ユーザーなんですか。あ、僕、iPad ユーザーです。iPad で全部やってます。Wi-Fi 繋がってないと連絡取れないです。まあけど、ずっと家にいるんで大丈夫なんですけど。ずっと家にいるんで、問題ないんですけど。はい、どうもこんにちは。たまに遊びに来る妹の友達の目が怖い。そうですね。妹の目も怖いですね。多分一緒に目が怖いですね。出てけみたいな目で見られてますかね。そうですね、なんか恥みたいなね。じゃあ僕もいいですか。はい、はい、こんにちは。妹に存在消される。僕一応兄なんですけどね。妹の友達が来た時に誰って言われた時に知らないって言われるんですよね。知らないわけないじゃないですか。知らないわけないじゃないですか、妹なのに。たまに勝手にゲーム売られてます。楽しいな、このゲームから派生したった会話も楽しいな、これ。はい、どうもこんにちは。お酒強すぎていくらのでも酔えない。酔えないんですよ。遺伝ですかね。悩みですよね。怖いですあれ。はい、こんにちは。この間母ちゃんと喧嘩して家の壁に穴開けた。力強いですかね。力強いですよ。力強いですよ。力強いっていうか骨が硬いですね。骨が硬いんですよ。あとゲームでイラついた時とかになんか物投げちゃった時とかに骨、あの、やっちゃうんですよね。あれも悪気はないですけどね。はい、どうもこんにちは。家お泊まり会のためだけに使われる。僕は部屋です。他の友達はリビングです。いいなよっておかしいですよね。おかしいです、おかしいです。僕のやつかね。でもだいぶ楽しましたね。もういいんじゃないですか。高速切り取りをやっていって、はい、そのまあ僕たちっぽくないワードが出てしまった時点で終わりと。終わりと。こっち切り取りゲーム。イエーイ。オタクイエーイって言わないです。言わないです、言わないです。オタクイエーイって言わないです。すいません、そんな明るくないんで。やめてください。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。まあけどイエーイとは言わないんで。どうもこんにちは、オタク握手強い。